このメッセージを聞いたり読んだりする全ての人に勧めます。祈りと聖文研究を通してイエス・キリストの聖なる属性と贖罪と復活について同じ証を求めてください。悔い改め、バプテスマを受け、聖霊の賜物を受け、その後生涯にわたってイエス・キリストの福音の律法と聖約に従うことによって主の教義を受け入れてください。